徳川家康が築城を開始した理由、それは豊臣家との戦いに備えてのことでした。家康は1590年に江戸に入府しましたが、将軍家にふさわしい城づくりを開始したのは征夷大将軍に任命された1603年以降のことです。朝廷に認められ天下を統る家康でしたが、豊臣秀吉の息子の豊臣秀頼が持つ強力な勢力を警戒していました。そこで豊臣家恩顧の大名が攻めてきた場合に備え、諸大名に向けて江戸城の築城や城下町の整備、各地の築城を命じました。これは天下武神とも言われ、費用を大名たちに負わせる経済負担や徳川家に忠誠を誓わせるという意味も持ちました。実際に1614年に豊臣家との最後の戦いである大坂の陣が勃発したので、家康の警戒は杞憂ではありませんでした。